事故らなかったら理論上最強龍です。さあ本日はね、理論上最強サンダードラゴンデッキをやっていきましょう。事故んなかった場合、サンダードラゴンってめちゃくちゃ強いじゃないですか。手数めっちゃ多いし、防御力も結構あるしみたいな感じで。で、今日はですね、攻撃にガンブリしてサンダードラゴンデッキ、最新サンダードラゴンデッキをねご紹介していきたいと思います。まあ普通のめっちゃ普通のねサンダードラゴンデッキなんで、別に大したなんかこと言うことはないんですけども、新しいね新パックで、この、新しい新パックってなんか腹痛が痛いみたいになってたけど、フォトンストリークバウンサーっていうモンスターがいましてですね、このモンスターが先行で立てた場合めっちゃ強いと。フォーカスフォースよりも強いですよね。なんでかっていうと、下級モンスターの効果止めれますんで、はい。なので、もちろんタイミング逃すことはありますが、基本的には課金モンスターの効果止めれるっていう時点で、やっぱり、フォトンストリークバウンサーの方が、映画泥棒よりは強いかなと思ってます。で、結局ですね、いろいろ、デッキあるんですけれども、サンダードラゴンデッキって何が一番強いですか？皆さん、考えてください。サンダードラゴンデッキの中で何が一番強いかなと。そうなんですよ。結局ね、レビオニアが一番強いんですね。襲滅竜、世紀末竜、レビオニア、コンゲイルレビオニアが一番強いんで、このモンスターを引きたいということで、やっぱデッキ厚くするのはやっぱあんまり良くないかなと思って、頑張って収めました、デッキを。でね、クリボールね、なくてもワンチャン強いんだけど、あるとなんかお守りみたいな感じで可愛いし、なんか俺はこの20枚よりも、なんかクリボール1枚で21枚の方が、ちょっとね安心できることがあったので、ボール入れてます。まあここがね、例えばDD クロノっていう人とか、いますけれども、ビールとかね、いますけれども、まあその辺はちょっとお好みで変えていただければいいのかなと思ってますが、まあクリボールかな、入れるんだったら。まあちょっとね、20枚か21枚ぐらいに収めたいんだよね、基本的に。なんでかっていうと、これが引きたいから。はい、というわけで早速ですね、フォトンストリークバウンサーの先行制圧力と、レビオニアの、高校ワンキル力見していきたいなと思います。デュエルスタンバイ。サンダードラゴンとかいうデッキ強すぎませんかね、事故んなかった場合。たまには事故るじゃないですか、このデッキ。事故るんでそれだけがちょっとあれですけど、あぶれ下級モンスターがね、下級モンスターっていうか初動が引けないっていうパターンが結構あるんで、それだけちょっとね問題ではあるんですけど、で、これ持ってきて、安定の、これね、先行でやること、今までフォーカスフォースぐらいしかなかったんですけど、やっぱね、掛けボーサーの効果も止めたいということで、スキルレベルコピー、これが史上最強先行盤面、フォトンストリークバウンソー。モンスター効果、フィールド上で発動するモンスターの効果を一回無効にする。そして雷鳥竜サンダードラゴンの効果によって、雷獣竜サンダードラゴンを特殊感、そしてこれによってワンキルも封じていく。これは強い、非常に強い。これワンキルされたことほとんどないでしょ。黒い旋風、くそ、なんかワンキルされるかもしんねえな。ワンチャン、いや旋風2枚は卑怯だろ、ズルだろそれは。いやズルいわこれは、やばいって、旋風旋風シムーンは犯罪だって、ふざけんなよ。死ぬかな、これ死ぬんかな。でもね、バウンサーいるんで、でもね、3枚サーチはさすがにきついな。フォトンストリックバウンサーいるんで、一応ライティングの効果1回止めれるんですよ。ゲールの効果をちょっと1回無視しましてね、ライキリの効果は止められて、で雷獣竜は一応破壊されると、デッキからリクルートできるんで、モンスターを。だから実質壁は用意できるんですよね。壁は用意できるんだけど、用意したところでなんだよな。用意したところでワンキルされて、3体でなんかぶん殴られるみたいなパターンだと結構やばいんだけど、言うて、千鳥かな、千鳥が一応、フォトンストリックバウンサー抜かれちゃう、抜かれちゃうとか、でもゲイルの効果で無効になるから、なんかあれだな、何でも抜かれんな。でもライキリをなんとかして止めるって感じでしょ、少年。フォトンストリックバウンサーは無効にするだけで止めないんで、別に無効にしたいんで、無効にして破壊しないんで、なんで墓地にはいかないんで、ちょっとゲールを止めてもあんまり意味ないんですよね。さあとりあえずこれで、おろし、仕方ないね、これは。もう仕方ない、これはもうなんか見てるしかない。サンダードラゴンって基本的に相手のターン
なんかその自分のそのカードのフリーチェーン系の効果で妨害するの本当 DD クローくらいで入れてる人は、俺のデッキにはちなみにないです。相手のターンでフリーチェーンになんかカードを妨害するような効果はないです。なので見てるしかない、ぼーっと指をくわえて。はい、なるほど。で、ハルマッタン効果いいでしょう。それ止めるのあれだけど、普通に一回スルーするか、一回スルーしよう。それ止め、あ、でも今の止めるの結構、まあでもダメか。今止めても結構 2体破壊されるからワンキルされそうだし。あーでもどうだろうな、今止めちゃって5だったらなんかあのなんだっけ、5のなんかグラムだっけ、あれくらいしか出なかったからワンチャン今止めたのかもしれないね。で鬼丸、はい、鬼丸効果で、レベルをそこに合わせていくスタイルね。はい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 、了解です。で今破壊されるで雷切り効果使っていく。それはだから止めない、それなんだ、それなんだね、そこなんだ、それ止めないんじゃないでしょ、それなんだ。なんで今それだったんだろう。フォトンストリックバウンサーを破壊したったらいいんじゃないのって思ったけど、あとなんか今まだ展開できんじゃないの、テクザの VF いないんか、もういるんかい。今なんで使わなかったんだろうな。旋風、いやどんだけ強い、やばいわ、やばいこと起きてる。普通にこれ負けたらさ、今までのこのおしゃべり全部無駄になるんだよね。普通にうざいわこのデッキ。はい、ゼピロスいいだろう。ゼピロスでもサーチするモンスターまだゲートが多いんでしょう。でトルネード、はあ、はあははあ、なるほど、無課金構築か、無課金構築系デッキか。でスチーム、はい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 、えゲールいない、もうもしかしてゲール持っていらっしゃらない。とりあえず4-3でシンクロはもう別にいいですよ。4-3でシンクロも別にいいですけど、これだってさ、4-3でシンクロして出てきたやつの効果止めちゃえばいいんじゃないの、フォトンストリックバウンサーで。これなんで今フォトンストリックバウンサーのを破壊しなかったんだろう。フォーク城、はい、なんかめちゃくちゃ分回してるけど、マジでタイム切れしないかな、時間切れして負けろ、それは無効にするか。でフォトンストリックバウンサーもう雷切りのもう一回、ま、雷切りの方が使われること多分ないんで、これはまあ一回する無効にして、これでまあ出てくるとしてもなんか適当なモンスターでしょ。さあ、あーエンドフェーズ、え弱っ、え君 BF の回し方知ってる、 BF の回し方知ってんのかなこの人なんか下手くそじゃねこの BF。で、心の獣を召喚して心の獣の効果発動、雷電流と、これ雷潮流で、これでレビオニア引きに行こう、レビオニア引きに行く。雷電流と雷潮流の効果を発動して、でいやーでも2枚で引けるかな、さ11分の3あるんですよね、今11分の3あるんですよ、4か4だわ、11分の4あるわ、頼むマジでレビオニア、オッケー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 、そしてドラゴン目覚めの旋律を発動、これでよ。そして俺は最強モンスターを2体手札に加えるぜ。さあ懺悔のお時間だ、ゆうまくんよ、懺悔の用意はできているか。墓地の光と闇のモンスターを3枚ゲームから除外していく、張り上がれマジで。旋風3枚発動して負けてる BF 使いがいたんですよ。なーにー、やっちゃったな。男は黙って懺悔、男は黙って懺悔。クールポコどこ行っちゃったんだよバトルクールポコマジでどこ行った、最近マジで見ないけど、生きていますかクールポコさん。さあお相手の方、おパイオツカイデネージャンじゃないですか、よろしくお願いします。ゆる様へパイオツカイデ、トースカスギミジカのお姉さんですね、トースカスギミジカのお姉さん、パイオツカイデトースカスギミジカのお姉さんですね、対戦よろしくお願いします。ゆる様へ、さあ
これはもうね、ハンデス決めに行くか。ハンデス決めに行こう。先行初手、レビオニア。そして、レビオニアのモンスター効果。相手の反動を1枚、ランダムにね、デッキに戻すっていうね、この最強カード。で、バンサー立てるパターンかな。で、雷電効果、取り持ってきて、はい。これ、あ、でも、どっちにしよっかな。まあ、でも、雷電か。雷電か。レビオニアはそのまま置いといた方が強いか、3000打点は、さすがに。8だったら、まあ、なんか、あれだもんね。あの、エネアードとかワンチャン出そうだもんね。あの、雷合流。さあ、フォトンストリーク、バンサーを特殊召喚していく。いや、先行強えな。サンダードラゴンって先行も強えんだな。これ出す必要あんのか。出す必要ねえか。出す必要ねえわ。まあ、一応ね、これで雷獣竜を出していくと、さらに、あの、硬い場面になるんですけど、今出しておいたか。今出しておいた方が、硬いは硬いですね。で、一応アドバンス召喚あるんで、あの、レビオニアアドバンス召喚して66にしてフォトンストリーク、間違えた。トルミス出すっていうね、パターンあるんですけど、今の出しておいた方がいいですね。ちょっと、ミスりました。ごめんなさい。反省してます。反省してまーす。国母来たー。国母実況来たー。国母って知ってます皆さん。なんかあの、ち、うるせえな。反省してまーすの人。知らねえか。なんかね、昔ね、オリンピック代表かなんかで、スノーボードかスキーかちょっと忘れたけど、なんか冬のスポーツの、なんかやばい、あの、人間性ゴミみたいな、まあ、あの、実況界でいうリュウさんみたいなやつが、そのなんか、スノーボード界かなんかにいて、で、そいつなんかやらかして、なんか、その記者会見みたいな開いたんですけど、記者から突っ込まれて、なんか、これこれこういうのはいけないんじゃないですかみたいな。ちっ、せやな。反省しまーすって言ったんですよ。いいですよね。僕は国防選手が好きです。僕は国防選手を応援しています。デモンストレーション。セットなんでそれ。そのセットがなんでじゃあ。ウィッチクラフト。でもさ、これストレイクバウンサーめっちゃ強いんじゃない？ストレイクバウンサーの効果で、ね、これだってウィッチクラフト無効じゃん。よっ。最強かよ。で、でもな、それ、これミスやったら、あ、強かった。最強だったわ。最強でした。ごめんなさい。光落ちてないのか。光落ちてないから、光を捨てればいいのか。目覚めの旋律して、でも、ライデンいらんので、パトロナス、はい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 、早いですよ、パトロナス発動するの。それなんか、謎のカードにしといてもらったのでは一応。で、レビオニア、レビオニアを、特殊召喚。どんだけ強い、このデッキ。あれ何もできてないじゃないかよ。で、ほい。で、レビオニアの効果発動。そして、ライデンリのサンダダロの効果も発動。いやー、つえー。この天罰ケアもできちゃってるかなー。で、雷合流を、っていうのに加えて、で、相手のカードをバチコリと2枚割っていく。フォトンストリークバウンサーのせいでね、ウィッチガット、ジェニーか。なるほどな。はい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 。そんなね、ゲロ甘い展開では私は勝てません。さあ、エネアードを特殊召喚していく。フォトンストリークバウンサーって神だな、やっぱり。フォトンストリークバウンサーって神だわ。ほう。で、まあ、除外ゾーンから雷獣竜かなんか持ってきて、はい。はい。いいや、なんかパトロナスほっといていいか。パトロナスほっとくわ。GO! 対戦ありがとうございました。国防の雑談しながらでも勝てるサンダードラゴンとかいうデッキ、殺臭だな。これは殺臭だわ。さあ、お相手の方、モクバッチか。わかんねえ、セプスロか。バルハラ、セプスロくせえな。セプタースローね。だっねよ。まあ、でもセプスロ何かによるな。ウロボロスでハンデス食らいそうではあるが。さあ、セプターガンスローネ来た。椅子、遊戯王史上最強の椅子、スローネ特殊召喚で、スローネワンドロー。はい、これ展開してワンドローしてるのおかしくない？やっぱり何回見てもセット。あ、これおかしいんですよね。展開出てきてなんでワンドローしてるんですか。花札じゃないんだから、エンジョイデッキじゃないんだからさ、出てきてワンドローしてんじゃねえぞ。ベルズウロボロス来た。
ベルズ色ボーナス効果と、おう、お、あー、そういうこと、いやー、うざっ、うっざ、あー、イング、うぜえ、ゲロうぜえ、ハンデステッキや、これっていうのを、ランダム1枚選んでしてる。うぜえ、うっざ、うっざ、ゲロうざいな。あー、なるほど。うわー、ダリー、ゲロダリー。グレンの指名者は相手に手札を見せつけることによってなんか手札をなんか相手のカードを一番除外するっていう効果。グレンの指名、ふざけんなよ、ふざけんなよ、マジで。やめて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 ください、やめて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 ください、うざうざすぎるわ、なんもできないんだけど。いや、これこんなことが許されていいのか、こんなことが許されていいのか、これが遊戯王か、これが遊戯王デュエルリンクスということか。おい、見てるか、コナミ、コナミ見てるか、これが遊戯王デュエルリンクスだよ、今の。どうやら理解しようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ、やかましいわ、ほんまに。グリボーン、はさすがに普通にブロックするわ、シンプルブロック。